はい空港施設会社のですね株主総会も木曜日にあるんですよね。これがですね結構今回ね面白そうなんですよ。何が面白そうっていうのはですね面白いって変な言い方ですよね。激しくなりそうなのはです、ね、株主提案がこんなに出てるんですよね。まあね。あまあでもね、この株主提案ね、なん,、まあ、なんとも言えないですよねこれね。 まあ、国策会社といえば国策会社なので、言ってきてる方が、まあ、えこ国内の人ではないんじゃないのっていうところもあってですね。判断つかないですね。まあね。まあ、基本的に、うーん、天下りみたいな形になっちゃってるのかもしれないんですけど、なんとは言えないですよね。 飛行機会社とね、空港は別にリンクしてるのは普通かなというところもあるしですね。なんとも言えないです。これはね、まあ、討論とかを聞きに行くには勉強になるんですけど、まあ、なんとも言えないです。まあ、もともとね、この空港施設会社持ってるのは、まあ、配当もそうなんですけど、配当結構3%くらい来るんですけど、 まあ、レストランの件みたいなのをくれるんですよね。まあ、それでね、大した金額ではないから、ちょっと買ってるってだけでね。あんまりね、そんな会社の、なんだろう、なんか成長があるわけでもないしね。なんとも言えないところですけど。まあ、今回なんか株主がいっぱいグニョニョってきてるんですよね。どうしようかなって、もう迷ってる時はもうこういうのは投了しちゃおうかなと思って。まあ、株主としてはそれダメなんですけどね。でも判断できないですもんね、これね。